えー、埼玉県大宮の鈴木いいです先ほどインプラント終焉のついて一つ動画を撮ったんですよ。知らなきゃあの損っていうかねほんと誰か教えてくれればよかったんだけどなかなかセミナーでは教わらない、ね、いいとこしか教わらないですから自分で経験してあの歯ぎしりとかでインプラントが緩んできたりインプラント自体が駄目になってったりっていうので歯ぎしりで失敗するっていう。 リスククファクターのの原原因因、ね、すごい原因歯ぎしりでインプラントっていうのは教,わ教えてほしかったしなかなか見抜けないっていうリスクファクターもう一つはインプラント腫炎っていうリスクファクターでタバコとか歯周病が元からある人、ね、もう歯周病を持ってインプラントがあ歯がダメになって喪失してる人にインプラントで骨がないんだったら骨作ればいいじゃないか。 ね、人工骨で骨を増骨ででをして作るんですよそこにインプラントをやったりでそうやってゆるい人工骨で作ったゆるいカチカチじゃない人工的に作った腫病を,を持ってる患者さんのところにインプラントを打つとやっぱりダメになってきちゃう時があるうまくいく時もあるけどもやっぱり後方になれば後方になるほど痩せてれば痩せてるほどうまくいく時もあるんですがうまくいかない時もある。 やっぱりその中でやっぱり失敗率がある人は歯ぎしりか歯周病を持ってる人だったんですね。タバコを吸ってたりですね。あとはホームケアがすごくこう虫歯になりやすいというか口腔内のばい菌が多い歯周病もバイ虫歯もなりやすい人。ね。遺伝子検査したらもう歯周病リスクの遺伝子があのリスクファクターとして多分すごくあるんでしょうね。まあそういう骨が痩せやすい人。 あとは女性とかね女性で骨が本当にこう男の人より女性の方が年々骨が痩せてくスピードが速いなっていうのは経験してますね。でインプラント周炎を直せるんんじゃないいか止めたいんですよインンプラントを自分で打った患者さんの歯周炎を起こしてるインプラントが進むのが一般の歯よりも速いっていうのはもう分かってますから。それで じゃあちょっと軽い簡単なオペをさせてもらってインプラント周炎を治したいで治せるんじゃないかね歯周病再生療法があるんだから歯周病再生療法が M 度インとかあるんだからあれで治せないのかなとかねで結局はやってみたけどももう2014年2013年2011年の話ですがあの なななかか治らいですどのみち人工骨なんて入れたってインプラントがこうやってあってグッて開いても骨がないんですよ骨がないのそこにジャリ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 って言ってキュッてやっても結局はまたここからすぐばい菌が侵入してジャリジャリジャリが生んできちゃって結局逆に生んでしまってこのジャリジャリが感染源になってしまうんでもう取ってあげなきゃ。 で結局インンプラント周辺は止まらない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 下がる下がる下がるインプラントは揺れる揺れる揺れるダメになってくっていうのがあの人の歯より全然早いですね結局今2023年になっても相変わらずあのやっと今2023年になってあのインプラントブームがあった2010年以降あそこら辺の。 東北の大震災があった2011年あたりぐらいのあれから10年以上今経ってもう10あれから12年今12年経って世界中のデータもあってインプラント歯周炎をなってるインプラント骨が下がってるところを治せるっていうセミナーとかいうのがアメリカとかヨーロッパとかで出始めてたり日本でもそういうのを 経験としててて覚えてきて俺だったら治せるみたいなすごい口腔外科の先生とか経験をあのその代わりその先生たちはもうベテランもベテランっていうぐらいもう苦い経験をたくさんしてていろいろあがいてあがいてあがいてこうやればまあうまくいったみたいなね。 それでもタバコ吸っててやっぱり歯周病が強い人のインプラント臭炎はなかなか治せないと思います。これが僕の結論です。今もって思います。あと10年したらね、だから僕がインプラントしてたからよりももう20年先なのかっていうぐらいね、あと10年。 あと10年年年じゃままだだなとと思いすねあしたらインプラント終焉でその頃にはどうなってんのって言ったら今の子供たち今の学生たちがあと20年あと10年したらもうインプラントなんていうのはもうやる人は少ないですよ歯を失わないっていうのが多いからインプラントなんていうのはもう昔のもうまるでガソリンガソリンで走ってる車あったんだぐらいのねあの未来の ね、電気自動車と一緒ですよねガソリンの自動車の世界でインプラントっていうのはもう年々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 ,年々減ってってますからそれは虫歯が減ってるからですよ歯周病も減ってるからですよ。ね。あのそれと同じなんでその頃に今度は復活する技術があってもいやもう治せるって言ってももうその前にそういう人あまりいないからっていう。 まあそれか相変わらずインプラントをたくさんやった人の中で歯周病の毛が多い人たちが相変わらず10年後も20年後もちょっといるんでしょうね。あのそれを治せる治せないが相変わらずあったりなかったりそれが保険が効かないから自費診療ですごい高くてなんだもう一回インプラントした方が全然安く済むっていうぐらいあのお金がかかってしまうっていう未来も予測としてはありますね。まあ、そんな話でした えー、大変難しいです。インプラント、口の中入ってる人、タバコやめてください。ちゃんとホームケア、えー、定期的な歯の、えー、お掃除、歯、え、周、ー、病治療で、あとはうがい薬とかも補助で,で、あとは強くめちゃくちゃ噛まないとか、歯ぎしりしてたらナイトガードしてください。ね、そういうのをサボらない。 しっかりやってますとかもう言われてももうほんと信じられないってぐらいもう本当に歯がダメなくあのインプラントはもう力に弱いですね気をつけてくださいご視聴ありがとうございました